はい、どうも、ポニャです。今日はね、回を使ってやっていこうと思います。相手の方、レベル高いっすね。4000、ほぼ400。4400レベルのアクセルの方ですね。なんか名前見たことありますね。この方、めっちゃ上手い方だったはずです。これちょっとアクセル戦のね、見本と言えるほど上手くはないですけど、勝っていきたい、ここは。割とアクセル戦は自信ある方なんですけど、さあ、6回ぶちかてまして、もう一回ぶちかまして、これスタンエッジでいい。こう、やる。あー、うまい !2K で、手捨てで、避けてきましたね。ダッシュします。これ、低打でしょ違うか。うまい。これ始まる。これ始まるんで注意。おい。オッケー、遅らせディッパー通って、これバースト入ってくれた方嬉しいかもしれない。いや、そんなことないかも。走ります。ほっ、オッケー、投げにいけるか無理だ。うわー、最悪やっちまった。死にましたね。これはしょうがない。アクセル戦はね、飛ぶと負けます。でも飛ばないといけないというジレンマが、もうレベル2からそうですね、飛ぶと負けるけど、あ、そう、これ忘れてた。これ確定です。気をつけてください。あー、これ入れ込んだね。ちょっと安いけども、まあ割ってしまうか。あ、いや、安くねえわ。バカ減ったわ。いや、このヘリさすがやな。6回ぶち当てると回もこんなに軽く出ますからね。はい、いいや、暴れ。ここ走ります。はいはい、それからオッケー。ちょっとこのコンボね、自信なかったんでよかった。はい、それで死んでくれて。開幕ね、ディッパーいきます。あー、エースか。あっ、開幕ディッパーはちなみにバックジャンプジャンスとかに勝てます。アクセル側の安定行動っちゃ安定行動ですね。これね、こいつはね、前 P からね、あ、じゃあコパンから前 P、なんだっけな、なんか 2K が強くて、一つ暴れ潰しになってないのがあったんですよ。何か忘れちゃったな。さあ、ディッパー通って、飛んで、オッケー、おいしい。これ投げに行きます。オッケー。これかぶってないよな。もう一回投げ、オッケー。これはバータイで終わりですね。完璧。これね、多分チャージしたんやると、割れちゃってたんで、生ライドで、正解ですね。かね、もしくはね、投げ紫ロマキャンキン S ライドってやるとバーターになってるんですよね。紫が多分バースト打てないっていう仕様なのかな、わかんないですけど、理論はバーターにはなってます。ここバースト分かれると嫌だな。オッケー、ファジー 2K がもう一回ファジーボックスか。オッケー、カウンターでバースト入ってくれたのは美味しい。あー、これ最速で爆発なんで走るあれがない。あ、喋ってたらくれてしまった。走る。あ、これマジね、ダメ。俺、これ引っかかるよ。いや、2K、あ、これディッパーかくってる。オッケー。ファーストロマキャンから痛いのを入れて、これ割らない方が良かったかもしれない。まあでもゲージもないから、エースきますか、おとなしく。あー、これはね、うまい、相手が。安直に対空しないのは素晴らしい。はい、ディッパー、オッケー。あれね、結構実は走るフレームあるんですよね。相手がね、ちょっとでも遅らせてくると。走るフレームあるんで、連戦の後ね、ダッシュガード、ダッシュボタン使いながら、ガード仕込みながら走ると結構、ノーリスクで、距離縮めれたりするんで、割とアクセル戦は、ダッシュガードの存在は、必要ですね。大事。うわぁ、後ろ行っちゃったマイピー、オッケー。これね、ジャンハイジャンでよく対応してくる方いるんですが、マイピーで割れます。白衛は、しょうがない。走る。オッケー、読んでいた。さっきやられたんでね。まあ、ちょっと見てから飛ぶべきなんですけど、本当は。ちょっと、オッケー、爆してかれた。美味しすぎる。これね、ディレイかけられないバージョンは、超もう最悪。爆してなかった。ディレイかけられないバージョンは、あ、なります。ディッパー、あー、これダメか。フードルでしたね。フードルアカロマとかで。どうしようかな、開幕。6回、あー、タッチ系か。ちなみに6回は、後ろ歩きなんちゃらみたいなのに対して、最大リターンです。アクセル側の安定行動なので、やったんですが、読み負けましたね。普通に。走ってきたな。マイペ。うん。負けるんだ。いやー、ここロマキャン使いたくなかったけど、ちょっと怪しかったんでロマキャン使っちゃった。怖がっちゃいましたね。これね、さすがにフードル通るんじゃないかな。あ、まだ遠征やるか。あー、これダメだな。オッケー。うわー、これやっちまった、マジまだ大丈夫。はい、バックス。ちゃんとこう、切れるんで、いつか。オッケー、切れた。これで。はい。ディッパー勝ち。ボス読み？オッケー、完璧。相手のバーストゲージしっかり見てました。さあ、2-0。まあ、勝ち越しは確定ですけどね。結構、アクセル戦は、まあ、自信あるってほどではないですけど、まあ、そこまでわからないっていうことがないので、しっかり勝ち切っていきたい。まあ、しょうがないですね。こういうことされていくと、どんどん、めんどくさくなる。オッケー、おいしい。もう一回ファジーやりますか。バックしてか。手出します。あー、PP か。あ、見えない。こんなのあんの。はい。ごく振ってる。タッチピンうまい。あの後結構、ちょっと名前忘れたんですけど、なんか、ぐるんって回って後ろ行く技ね、やってくる人、距離取りたいためにやってくる人多いんで、フードルやったんですけど、やってこなかったですね。タッチピン打ってくるということで、暴れても良さそう。この IP。しっかりジャネスに対空。これ、右足払いなんとこれ結構対応してくる方がいる。あー、このダッシュをね、するタイミングでこれやられると一番マジ、きつい。タッチピンだな、ずっとやってくるんで。あ、今やってきた。くそタッシーだからニエスにしたろうと思ったら、読み合いが待っている。マイペ、オッケー。端まで追いやったのはでかすぎる。ちょっといろいろ警戒しすぎた。立派。あんまここゲージ使うのよくなかったけど、バースト入ってくれたのはでかすぎる。あそこでね、リッパーアロマキャンってするとね、勝ち筋が薄くなるんですよね。ほんとやっちゃダメなんですよ。ああいう場面で。もう捨ててるようなもんなんで。まあ、捨ててないんですけど。あ、死んじゃったこれ。こういう自分がマジで大幅に不利な状況の時に、ゲージ50しかない時とかに、リッパーアロマキャンってやって無理やり切り返してしまうとね、まあ、ヒットした場合とかはいいんですけど、ガードされてしまった場合とか、本当に勝ち筋が薄くなるので、あんまりやるべきじゃないんですよね。結構ここね、甘えがちなんですけど、自分も。ちょっとそういうゲージの使い方とか見直してみるとね、もっと勝率上がると思います。ということで、最後負けてはしまったんですが、一応勝ち越しということで、今日は一人だけの対戦にしようと思ってますんで、以上、今日の動画になります。ご視聴ありがとうございました。